ゆうた。どうも、山崎うたです。ミスターマリックではございませんよ。本日はですね、山崎うたのプライベートということで、完全オフの日を密着していきたいなと思っております。見ての通りですね、新幹線でございます。行く先は関西方面でございます。本日はですね、関西の知人の方と、まずはね、神戸の方に、中華をね、夜食べに行くということで向かっておりますね。お水こぼしたりしてますね。お茶目なミスターマリック、かわいいですね。お茶目なミスターマリック、水の、行き場とか困らせてるようなこのミスターマリック、外覗いたりしてね、かわいいですねミスターマリック。ということで、なんやかんやでもうすぐに神戸に到着し、神戸はですね、この三宮の新愛園さんにね、お邪魔しております。ここね、すごいんですよ。これフカヒレです。フカヒレのヒレの部分と胴体の部分だったっけな、の刺身なんですよね、これね。新愛園さんってね、めちゃめちゃうまかったです。フカヒレの刺身、これもすごかったですね。これはね、なんかエビの、これ最後にご飯入れて食べるんですよ。めちゃめちゃとにかくうまかったです。あ、それでね、ついでにこのね、中華街をね、ちょっと歩いてみようかなということで、ちょっと観光車ぶってですね、気取ってちょっと歩いてみました。どうも、ゆうたです。今日はなんと神戸に実は来ております。プライベートです。お仕事ではなく、中華街今からちょっと歩いてみたいなと思います。日曜日なんで全然人はいないんですけど すごい。何がすごいんでしょうね、ちょっとわかんないんですけど、ここから先ね、よくわかんない中身のない会話をずっとペラペラ多分喋ってるだけなので、申し訳ないけど、またナレーションバックで喋、らさせていただきます。これね、さっき食べたね、中華の情報全然少なくてごめんなさいね。めちゃめちゃとにかくうまかったのよ。もうね、うますぎて、フカヒレの刺身、とにかくね、何回でも食べれる、お腹いっぱいでもまた食べれるぐらい美味しくて、もうね、そうね、皆様にはちょっとリーズナブルな値段ではないので、もう心してかかってほしいんですけど、でもそれぐらいね、めちゃめちゃやっぱ内容ある美味しさでした。いろんなの食べたんですけど、さっき載せたやつが一応メインというか、それ以外にもね、めちゃめちゃ他頼んでんだよね。で、もううますぎてね、忘れてんだよね、取るの。最低でしょ、せっかく地方来てこういうのやろうと思ってるのに。でもとにかくね、まずね、この時もね、このYouTube にアップするかどうかっていうのもちょっとよく分かってなくて、なんか素材になるかなぐらいの感じで撮ってんですよ。だからね、ほんと中身ないんですけどね、今回ちょっと申し訳ない。だから申し訳ないんで、ちょっと一回ここでアテレコでもしてみよっか。何喋ってんだろうね、これ。俺はゆで卵、頭の部分が白いだろ、これはまだ殻が剥けてないんだぜ。そうだな、この顔の部分は向けて、ごめん、無理だわ。やっぱちょっと無理だね。当てれことか無理だわ、俺。ごめん、ごめん。このいきなり即興で今喋ってるんだよね。これ、何も決めないでナレーションもちょっとやっちゃってるんで、滑ったりするんですけど、そこもご愛嬌ってことで、皆様よろしくお願いします。これ本当に何喋ってんだろう。あ、ちなみにね、神戸の元町中華街はね、過去にね、2、3回行ってんですよね。でも全然なんかこんなだったっけなとか思いながら歩いてる感じです。あ、喋ってますね、またなんか。ここですよ。でぃー、いいですね。こんだけ人がいないと鬼ごっことかしたら面白そうですね。ここのすごいハンバーガー屋さんは、ステーキ屋さんか、ハンバーガーって書いてある。神戸牛ステーキ、スパイダーマンがいますね。マジで中身ないことやってんねひどいね。でもとにかくね、本当ね、観光気分で行ってましたよ、神戸。この後もね、なんかこの流れで観光地っぽいとこ行きましょうよみたいな感じで知り合いに連れてってくれて、車だったんですけど、もうね、そこからどん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 ね、いろいろ回ってみようって話になって、
この動画ができてるんで、ちょっとしばらく皆様お付き合いください。次の場所はですね、なんとここですね、あの神戸のねポートアイランド周辺ですよね。いや綺麗ですよね。意外と夜景好きっていうね、顔に似合う。さあ神戸らしいところにまた来ました。デインモザイクが見えますね。いいですね。今日はね、まあ、ちょっと若干肌寒いかなぐらいの天気なんですけど、全然パーカー1枚でいけるぐらいの天気でございます。いいですね。デートしてる人とかもいますね。さあ次行きたいと思います。さあ次はまさかのここです。一気に大阪来ましたけども、来ましたよ神戸から飛び出しに来て、綺麗な場所探してたらここついちゃったんですよね。ちょっとりあえず中入ってみましょうか、ね、いろいろなわけですよね。でもね、日曜日でね、もう人も誰もいなくてね、もう静かでしたよ、飛び出しんちも。はい。あ、これちなみにね、マスク外してますけど、ずっとつけてましたからね。あの、この動画撮るときだけ外してって感じで、あと車移動だったんで、ずっと。もちろん車の中でもつけてましたけども、この動画のときだけ外して歩いてるって感じです。まあ、その辺ね、いろいろ言う人いるんで、つけてましたよっていうことでした。はい。さあ、ここが、いきなり有名な三角公園でございます。すごいですね。さあ皆様もね、 YouTube とかで見たことあると思うんですけど、ここがね、まあ、有名な西成のねど真ん中の三角公園でございますね。この日はね本当に人全然いなくて、なんか名物なおじちゃんとか見れるかなと思ったんですけど、全然静かな一日でしたね。はい。あ、 YouTube で見たことあるとこぐらいの感じでしたけど、はい、見てください。50円このコーヒー、ロングソーダ50円、キャラメルミルク80円、お茶80円、50円アメ油80円、激安いっぱいあるんですよ、激安自動販売機は。ね、激安自動販売機たくさんありましたよ。面白かった。次はですね、ここね、西成の、まあ、あの裏の方っていうのかな、路地っていうのかな。ここね、すごいね、今映像で見たらわかるんですけど、うわーっとこれね、端っこに、ゴミじゃないんですよ、これ。ここにね、人住んでるんですよね。すごいとこですよね。僕もね、東京の結構下町で育ったので、なんかこういうところに恐怖みたいな感じてはいないんですけど、まあでもなかなか見ない光景ですよね。すごいなと思って見てました。はい。次は新世界でございますね。後ろにね、通天閣が見えておりますけど。もうね、この日日曜日でね、真っ暗なんですよね。ライトアップされてなかったんですよね。お店ももうほとんど閉まってましたし。ね、まあ、観光地っぽいところって言ったら、まあ最後ここかなっていう感じで来たんですけど、まあ本当お店もやってなかったんでね、人も全くいませんでしたね。あ、ビリケンさん。なんか本当に幸運を呼びそうな顔してますよね。ね、なんか同じ顔してみたみたいな観光客っぽいことやってますけども。ねえ、まあそんな感じでね、神戸と大阪を、ちょっと回ってきましたよっていう、動画でした。ねえ、なんか素敵な動画にして、あれこれ言ったって言ってますね。そうそう、あ、次ね、これね、あ、これね、今ちょうどね、マグロの山かけのねやつが出てます。わ、マグロ美味しそうな、マグロ、これはなんと京都なんですよね。去年の2021年の12月から、今年の2022年の2月までね、連ドラでずっと京都にいたんですけど、その時のではなく、実はこの神戸と大阪を、まあ、回った1日目の
次の日東京帰る予定だったんですけど、そのまんま京都のこの知り合いの、お寿司屋さんに、ちょっと寄ってですね、帰りました。次の日だから、まあ厳密に言うと2泊ですかね。ここね、京都赤津福、京都福さん、ここの、ね、赤津っていうグループがね、オーナーがもともと僕仲良くて、オーナーの方と。それでここは京都のフランチャイズなんですけど、京都店のオーナーも仲良くて、普段ね、よくしてもらってて。ほんで、帰りによってですね、あ、これエビバンジーですね、今のね。帰りによってね、食べてきました。ね、ほんとね、美味しいんですよね。シャリがね、赤津で。ここはね、めちゃめちゃリーズナブルですよ。お一人ね、マジでね、2万円握りしめていけば、めちゃめちゃ美味しく満足で食べれます。あ、これ最後の爆弾なんですけど、締め。爆弾というか、トロかな?トロタク。これね、これ普通のサイズ。これ大きいサイズね。ちなみに、大きいのこんなでかいの。めちゃめちゃでかいよね。見て、散々食った後にこれかいっていうね。で、後ろにね、ちょっと映ってるシール。左上の方に映ってるシール。あれね、僕のシールなんで貼ってあるんで、もしね、行った際は。ぜひ皆さん見てみてください。山崎裕太35周年記念のシールなんですけど、非売品ですぜひ皆さん行ってみて、見てみてくださいって、すげえ見てって言うやん。ここにこんな感じ、こんな感じで貼ってますから。ということで皆様、いかがでしたでしょうか。プライベートのね、山崎裕太のオフのね、一日、まあね、こんな緩い動画もたまにはいいかなと、思っておりますね。新幹線で必ず読んじゃうやつね。グリーンに車についてる必ず読んじゃうやつ、これ。あれ、なんか同じように読んだなと思ったらね、先週も読んだなみたいなね。毎週変わるわけじゃないんでね。まあそんな感じで、またこういう緩いのやっていきたいと思います。あれこれ言えた。今日も見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。コメントも書いてね。友達にも教えてあげてね。いつもあなたに幸せが訪れますように。あれこれ言った。あれこれ言った。